子供連れや車椅子を利用する県民、議員の利便性向上と議会への参画促進を目的に、県議自動で整備が進められてきた保育スペースと車椅子用傍聴席が完成し、13日、報道陣に公開されました。保育スペースは、議会南棟2階の無所属議員の控え室を改修。床をクッションフロアに張り替え、ついたてで囲った授乳スペースや、温水器付き洗面台、ベビーベッドを設けました。議会の様子を映す壁掛けモニターもあります。合わせて2階の給湯室におむつ替え用ベッド、トイレの男女個室にベビーチェアを新たに置きました。車椅子用傍聴席は最高峰の既存の24席を撤去し、車椅子4台分のスペースを確保しました。共に18日に開会する県議会9月定例会から運用を開始します。車椅子を使われる方が議場でも安心して傍聴いただけるようなスペースの整備と、子どもを持つ県民の方が傍聴の機会に来られた際にも安心して傍聴いただけるようなスペースということで、保育スペースの方の設置工事をさせていただいたところです。ぜひ一人でも多くの県民の皆様に議会をより身近に感じていただいて、お越しいただければと。保育スペースの利用希望者は前日までに申し込みが必要だということです。